ウィス、ヤスオです。ウォーフレーム、やっていきまーす。ということで、今回はですね、アークウィングのおすすめ を紹介していこうかなと思います。でね、そうだね、教えてほしいというね、コメントをね、いただいたんで、せっかくなんで動画化していきます。またお前そこでハマってるのか。またそこでハマってるのか、君。あ、そこで寝るな、そこで寝るな。でね、結論から言うと、ヤスオ的にはアメ車が一番いいと思います。はい。正直言うて、アメ車一択でしょ、今。っていう感じなんですよね。はい、ということでね、アークウィングなんですけれども、ちょっとね、普通のフレームとはちょっと違う感じなんですよ。なんで、せっかくなんで、どうせならちょっと映像に残しておきたいんで、ラッシュ行きます。ラッシュ行きながら説明していきます。はい、ということで、ラッシュなんですけれども、でね、現在実装されている、アークウィングのね、フレームっていうのかな。そちらはね、現在4つ実装されてますね。で、その中でやっぱりアメ車が一番いいという結論を先ほど述べたんですけれども、オドナタ、そしてイツアル、あとエリュトロンという感じで、まあ、結構いろいろあるんですよ。こう、なんつうのかな、偏った感じっていうのかな。まあ、尖った性能のフレームなんですよね、どれも。アメ車も。で、そうだね。オドナタからまず説明していきます。オドナタがどんなフレームなのかっていうか、フレームっていうかアークウィングか。アークウィングかっていうのをね、ちょっと説明していきます。オドナタは正直現状、あんま使い道ないんだよね。どうして使い道がそんなにないのかっていうとですね、ちょっとアメ車に、その地位っていうか、そこら辺ちょっと奪われつつあるかな、みたいな。オドナタの一番が、確か前までバリア張りつつ戦えるという感じだったんですけれども、アメシャはね、もう全方位で思いっきり守りながら戦えるっていう感じで、ってな感じなんですよ。攻撃力面的に見たら、まあ、オドナタの方が群を抜くんですけれども、やっぱりね、バランスすぎたかな、オドナタは。っていう結論ですかね。で、次、イツアルなんですけれども、こういうラッシュのミッションだとね、かなり輝けますね。やっぱりね、ワープが強いね。ワープも強いし、3番だったかな ?2 番か。2番、違う、2番じゃない、3番か。3番のワープじゃなくて、敵をね、1箇所に集めるアビリティも強いし、機動防衛とかでね、結構みんなバコバコ使って遊んでると思うんですけれども、まあ、結構いろいろ使い道があるフレームですね。まあ、ただちょっと脆いっていうのが欠点で、で、次、そうだね、なんだったっけ?あ、ちょっと待って、もう終わっちゃったぞ、ラッシュ。で、次、エリュトロンですね。エリュトロンはちょっとね、前まで防衛というミッションがあって、かなりね、使い道はあったんですけれども、現在ちょっとね、かわいそうなことに、防衛がなくなっちゃって、ちょっとダメになりましたね。はい。ってな感じかな。まあ、相変わらず攻撃力面はかなり強いです。で、次、アメ車なんですけれども、アメ車はね、そうだね。アメ車は守りながら戦えるし、あとね、やっぱね、3番が強すぎる。バリアも強いんだけども、3番が強すぎる。鈍速効果が強すぎる。アークウィングの敵って、かなりね、早い。動きが早いし、弾幕もめっちゃ張ってくるから、やっぱりね、動きを遅くするっていうアビリティがかなり便利だね。機動防衛でアメ車いるだけで正直絶対クリアできるっていうぐらい、アメ車は群を抜いて強いですね。で、さらに回復効果もあって、まあまあ、ぶっ壊れだよね、これ。ぶっ壊れ。正直、アークウィングはアメ車さえいればなんとかなる的な感じのノリですかね、今、現在は。はい、道場の方に来てます。でね、道場の方で全部設計図とか変えるんで、で、天皇ラボですね。天皇ラボの方で変えるということなんで、見ていきましょう。こちらですね、いつある。そうだね。とりあえず何も言うことはないな。ただ、オドナタの方はね、クリアしないと、クエストをクリアしないと、もらえないということなんで、ぜひクエストしてください。いや、クエストしてくださいじゃない。クリアしてみてくださいという感じです。でね、アメ車の方の素材見ていきましょうか。2ターンか、2ターンか。2ターンか。これも2ターンか。これも2ターンか。これも2ターンだね。はい。アメ車の方はね、2ターンだらけということで、2ターンフレームということでね。はい、頑張って2ターン集めてみてください。これ、鬼だな、2ターンって。はい、ということで、アメ車のビルドなんですけれども、まあ、そうだな、あんまりビルドを紹介しなくてもいいんじゃないのかなと思うんですけれども、一応ね、一応紹介していきます。理由としては、もっと総数が少ないから、そんなに、ちょっと待って、コントローラー効かないぞ、おい。
かないとな。はい、ということで、シールド容量とアーマーチ、そして最大ヘルスですね。こちらはそうだね、うん、特に言うことはないでしょう。で、次、効果時間と、あと効果範囲、そして威力ですね。あと効率、うん、これ全部つけるでしょう。まあ、うん、全部強化し終わってないんですけれども、はい、そんな感じです。で、次、飛行速度ですね。安尾はね、アークイングに飛行速度絶対つけるんだよね。大好きなんだよ、速いの楽しいから。そのせいでちょっと酔ったりするけれども、はい、ごたごたと説明してきたんですけれども、うん、武器と、またあとアメ車以外の他のフレームとかね、また詳しい使い方とかをね、説明する動画をまた今度作ろうと思うんですけれども、とりあえずね、野草を忘れてた、大事なことを忘れてた。オプションですね、オプション見てください。で、下の方ですね、こちらです。はいはい、試験飛行と、こちらチェック外しておいた方がいいですね、正直言うて。これチェック入れとくと360度グイングイン回転するようになるんですよね。なんで、あんまりつけない方がいいと思います。チェックは外しておいた方がいいと思います。360度なんかそういう風に遊びたいっていう方はぜひつけて遊んでみてもいいんじゃないんでしょうか、という感じですかね。はい、以上、野草でした。またね、バイバイ。あ、チャンネル登録とツイッターのフォロー、ぜひともよろしくお願いいたします。バイ。